ショッピングモールでよく見るお店を徹底調査。女子高生が殺到する串揚げ屋さん、その驚きの戦略とは。素揚げでいくの、店内が女性であふれかえるご当地セレクトショップ、久世福商店。年間売上2500万個以上、バカ売れご飯のお供の開発に密着。カスタネ欲しいな。この瓶持って家出しようかな。1380円の天丼に大行列。1日最大1000杯売れる金子半之助の秘密とは。わあ、美味しそう。さらにロバート馬場が財産を投げ打って夢の飲食店をオープン。しかしやばいですね。オープンできないかもしれないです。オープン目前でまさかの大問題発生。一体どうなる。